ハブさん H216A Amazon 版サクッとレビュー。トイドローンの金字塔、あのハブさんがついに日本上陸です。早速開けてみましょう。ドローン本体。昨今のハブさんのデザイン、巷では某空撮機にそっくりなホールダブルデザインが採用される中、ハブさんはブレずにこのデザインを継承し続けています。三千と輝く技術的号マーク付き。アームが畳めずとも十分コンパクトでスッキリとした形、好感が持てます。ハブさんコントローラー。スマホホルダーも搭載された非常に合理的な形。長年のトイドローン開発によって培われたデザインは文句なしの持ちごたえを約束します。当然コントローラー側にも技術的号マークがついています。重さも余裕の 200g 以下、航空法規制対象外です。マナーと地方条例などを守って楽しく飛ばしましょう。プロペラガード。取り付ける際は一旦プロペラを外す必要があります。操縦に覚えのない人は面倒でもプロペラガードを取り付けた状態から始めていただきたいところ。ブラシモーターですので、接触などで強引にモーターに負荷がかかるとモーターが焼けてしまう確率が高いです。マニュアル。こちらのローカライズはまだ完了していませんでしたが、ハブさんに問い合わせていただけば日本語マニュアルが用意できているそうです。私もせっかくですので後で問い合わせてみようと思っています。 USB 充電ケーブル。ドライバー、予備プロペラ、ネジ。屋外にてフライトテストです。バッテリーをつないで本体を起動。スマホの Wi-Fi 設定で接続先をハブさんにし、アプリを立ち上げます。機体を正しく選んでエンターデバイスをタップ。コンパスキャリブレーションを行います。この画面は確認をタップ。続いて GPS の精度テストです。 NEXT STEP をタップ。良好だそうです。コントローラーを使用できるようにします。コントローラータブをタップし、下へスクロールすると Bluetooth 接続の設定がありますので、そちらでコントローラーを選択して接続します。これで OK。 それでは飛ばしてみましょう。まずはスティック具合を確認中。自立ホバリングの塩梅はどうでしょうか。 GPS もバッチリ拾ってますので、ご覧の通りビタホバです。それでは本体に記録された映像を確認してみましょう。1920×1080 ピクセル、 25fps、 フルハイビジョン映像、さすがです。風の影響もあって映像にはブレが出てしまいます。静止画をご覧ください。ホワイトバランスも良い感じですね。自立飛行しますので、じっくりと構図を決めてシャッターを押せば納得できる写真が得られると思います。ちょっとした空撮ならこれでもかなり良い映像が撮れると思います。カメラにブレ補正がないところは少々残念なのですが、この価格帯を考えればフルハイビジョンであることで十分納得です。 iMovie でブレ補正かけてみましたが、余計にひどくなった感じが否めませんね。尺もやばくなってきたところで、フォローミー機能をご紹介。アングルを決めてコマンド発動です。コントローラーと機体との座標差をもとに、ドローンが位置関係を保ちながら自動飛行します。周辺に障害物のないシチュエーションであれば、簡単にこの機能が味わえます。初めての方でもかなり安心して飛ばせる空撮トイドローン。本格的な空撮機に引けを取らない機能も盛りたくさん。さすがはハブさんだと思います。おすすめです。ご視聴ありがとうございました。